探偵神宮寺サブローシリーズ、探偵神宮寺サブロームの終わりに、探偵神宮寺サブロームの終わりに、は、1998年にデータイーストから発売されたゲームソフト。機種はプレイステーション、セガサターン。探偵神宮寺サブローシリーズの6作目にあたる。通常版は10周年記念特典として、ドラマ CD が付属された。 2018年12月13日には本作の前日単となるダイダロス The Awakening of Golden Jazz が発売予定である。本作は神宮寺シリーズ共通のコマンド選択方式である。本作は神宮寺、陽子、熊野、三岸点のザッピングシステムを採用しているが同時進行で時間が流れている。セーブは不死終了後に可能だが 一部ゲーム中でも可能な場面がある。節ごとにプレイヤーキャラを変更できるため立ち戻り、他のキャラでプレイすることもできる。また本作から手帳、推理モード、創作モード、パスワードなどの新システムが登場しており、後のシリーズにも採用されている。すべての音楽は従来の打ち込み等ではなく、ゲーム中の BGM 細部に至るまで、 ジャズコンボの生演奏を収録し採用するなどの制作者等のこだわりが見え、オリジナルサウンドトラック版も発売されていた。本作のオープニングでもの音声を逆回転すると、事件のキーワードが聞き取れる仕掛けが施された。神宮寺は近頃、ニューヨークで体験した事件の悪夢にうなされていた。ある日、神宮寺は、洋子の高校時代の友人、 永田由香からストーカー調査の依頼を受ける。調査が終わり事件は無事に解決したと思われたが、その直後に由香は行方をくらます。同じ頃、世間では連続女性失踪事件が発生していた。本作は初めて西山栄一が葬式を務めた作品であると同時に、寺田克也がグラフィック監修として大きく携わった作品でもあり、結果として、 シリーズの転換点となった。本作の体験版は2001年に発売された雑誌ザ・プレイステーションの付録として収録された。本作のメインシナリオは未完のルポで企画サポートを務めた稲葉洋隆が担当した。執筆当時、稲葉はハードボイルドの雰囲気が人によって違うことに思い悩み、神宮寺のイメージを完全につかむまで時間がかかったが、 熊野の人間臭さと自由度の高さによって救われたと2017年のファミ通とのインタビューの中で振り返っている。本作の完成直前、稲葉はある男性キャラクターの言動が嘘っぽいと感じ、このまま製品化されたら絶対に良くないことが起きるという確信を抱いていた。当時新人だった稲葉は修正案を出しても却下されると考え、他のスタッフが帰った隙を見て、 性格や行動の部分からすべて一人で書き直した。稲葉はもしそれで怒られたらデータを戻せば良いと考えていたが問題なかった。その世界の住人らしさを入れ込むことができてすごく良い結果になったと述べ少しでもおかしな奴が出てくると違和感が出ることを新人なりに分かった瞬間だったとも振り返っている。ゲーム誌ファミ通のクロスレビューでは 合計32点でゴールド電動入りを獲得している。ゲーム誌ファミ通のクロスレビューでは合計31点でシルバー電動入りを獲得している。ありがとうございます。